どうも、堀井忠です。大阪に今来てるんだけど、はいはい、どうしても、はい、俺が相手、格闘家がいてな。え、そんなに会いたい格闘家いらっしゃいます？清谷勇樹選手だ。え、あの、武尊選手に唯一勝った、あの、有名な、はいはい、武尊選手とか、浩二選手とか。え、勝ってるんですか、それ、全員。マジっすか、それ、うん。どうしても会いたくて、はい、もう勝手に住所を調べて。え、マジっすか、うん、訪れに来たからよ。それ犯罪じゃないですか、もう完全に。まあ、ボコられるかもしれないですけどね。ボコられたらボコられたで、いい経験になるかもしれないな。じゃあもうちょっと、はい、いえ、トッチに行こうと思います。ラッキーパンチャンネル。はい。ほんまに、ほんまに。ほんまに来よったよ、俺。あ、はじめまして。大阪の、大阪の。ありがとうございます、ありがとうございます。よかったら、どうぞ。あ、すみません、お願いします。コラボさせていただいてありがとうございます。いや、こちらも本当にありがとうございます。わざわざ遠い中、大阪まで。いや、あの、ちょっとあの緊張しちゃって。いやいや、俺も緊張するから。大好きで、もう一番好きな選手みたいな感じで、もうすごい応援していて。いろんなとこ出てる。え、そんなに試合とかも、じゃあ見てらっしゃいますよ。あ、試合見てます、見てます。本当ですか？あの、はい、キャラに似合わず、はい、ね、基本的な動きして蹴りも振り分けてうまいなと思います。ああ、いや、優しいです。いやいやいや、本当になんかキャラ的にもっとガツガツいったりとか、はい、変な動きするんかなと思ったら、はい、結構ガード上げてしっかりとキックボクシングしてそうですね。うまいなと思います。いや、まあちょっとあの同じレベルぐらいだったらちょっと遊びたいなと思うんですけど、ちょっと格上すぎちゃって遊びの余裕がないやつばっかりだと思うんで。いやけどそっちの方が絶対有名になるし、そっちの人にね、なんかいいと思います、僕は。うん、いつか、まあ、普通に食ってやろうと思うんで。パンマって言ったら、パンマって言ったら、そうですね。あれ、京谷選手は、はい、YouTube やらないんですか？一応ね、はいはい、最近ちょっと、始めまして、はい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 、自分らでちょっと初めて、まあ、全然初心者やから、右も左も分からないんですけど、はいはい、チャーリーチャンネルっていうチャンネルを。チャーリーチャンネル。今のところメンバーとか。メンバーは一応、同じジムの山口亮と、はいはいはい、弟の山口優馬、はいはいはい、で、鈴木雅彦と、はい、で、僕で4人でやってます。伝説の4人ですよね。おられたいですよね、めちゃくちゃ。まあ、実は俺、チャンネル登録してるんですけど。じゃあ、この後、チャーリーチャンネルさんの方でも撮影させてもらって、うん、あ、はい、本当に全然出させていただきます。ありがとうございます。武尊選手の話をちょっと聞いてもよろしいですかね？あ、全然大丈夫です。武尊選手に唯一勝った男といえば、やっぱもう本当に京谷選手しかいないじゃないですか今。はい、あの試合を振り返ってみてどんな感じでしたか？そうですね、あの時は、はい、武尊もまだ6戦目ぐらいで分かって、はいはいはい、まあ、イケイケでガンガンはいはい、クルーファイターやったんですけど、はいはい、まだそこまで名前が売れてなかったので、はいはいはい、まあ、それぐらいのイメージしかなくて、あ、で、映像を見たら強いなと思いました、はい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 、けど、はい、その対策を練って、はい、これ当たるんちゃうかなっていうのを練って、それを徹底的にやったら、はいはい、勝ちました。そのじゃあこれは当たるんじゃないかとか、これがタケルの弱点だなってものがあったってことです、ね。そうです、あの昔あの子、はい、血の毛多いから、はいはいはい、ガンガン強いんですよ。そうですよね、そうね、右のパンチにこっちの右のフックを合わせる練習をずっとしてたんです、はい、はいはいはい、絶対入ってくるからスコーンって合わせたろうと思ってたんですけど、はい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 、それがうまいことハマって、こっちのガードが下がってくるんで、僕こう、はい、ストレートを切った時にガードがこっち下がってくるんで、これにこういう感じで、はいはい、練習してたんですよ。え、一発目のダウン取ったのがそれですか？じゃないですよね。それでガクンってきて、ああ、バンバンバンで走っていってポンってやって、なんか、ああ、いや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 、倒した技ではないけど、効かしたのは完全に入り際の右フック、はいはいはい、あの山本キッドみたいな右フックとか。そんなかっこよくない？そんなにかっこよくない？モデルとしてその時当時強かったボクサーの長谷川穂積さんの、はいはい、ミラポンの試合のミリフックみたいなのをイメージして、はい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 、すげえ、僕もなんか裏が聞けてね、すごいですね。まあ最近のタケルさんの試合とかって見ます、うん、見てます、ね、はい、いや、めちゃめちゃ強なってると思います。ああの他の試合とかも武尊選手の時みたいな対策って毎回練られてる感じです？若い時は、はい、ぶっつけ本番とかもうしんどい練習していってた感じあるんですけど、はいはいはい、最近やっぱり武尊選手とやったぐらいの試合からしっかり相手の映像も見て、はい、研究して、はい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 、自分の何が当たる、これは危ないとか、はい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 、これもらったら危ないとか、はいはい、それはよく研究するようになりました、ね、対戦相手見て大体自分の中でイメージ
するじゃないですか。はいはいはい。それは結構大事だと思います。イメージがすごい大事。そうです。俺ちょっとイメージが薄いんですかね。だからやっぱ試合でな、試合よりやっぱりエンターテインメントに力を入れてるから今後はもっとなる試合も気合も入れて、はいはい、金子選手との試合も、はい、もうなんかできてんかなと思って台本あのプロレスプロレスいやちょっとさすがにそうっすね。俺もわざとのラブエサンダー暮らしてるのかなあのその武尊選手に唯一勝った男って言われてるんですけど、それに言われてることに対してはどう思いますか。初めの頃はやっぱりなんか嫌やったんやけど、はい、自分正直恥ずかしながらベルトも持ってないし、武尊選手に勝った武尊を倒したってとこばっかりを注目されて、はいはい、倒したんやから KO みたいな感じでみんなやっぱり見てくるじゃないですか。はいはいはい、めちゃめちゃ力むからね、その顔俺より格下、俺より格下やねんから、はい、タケル君よりは強くないって、うん、倒さなあかん、倒さなあかん、けど最近はもう、なんとも思ってないこともないけども、はい、そうやって注目してもらえることがやっぱり、はいはいはい、一番格闘技盛り上がってくるんかなと思って、はいはいはい、まあ、ネット上でもいろいろ書かれたりするけども、そんなんも全然、はい、いいかな。はい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 。逆に自分で自慢したりとかはしないですか。自慢はしないですね。自慢するとしたら夜のそのお店で女の子に、タケルって知ってる？俺めっちゃ使いますね。タケルって知ってる？はいはいはい。調べてみ。はい。そうか、それめっちゃ一コロっすよね。一コロっす。へぇー。もう使ったことないんですよ。もうその、まあ、なんていうかな、男前の子だと言って、はいはい、女の子がそっちばっかり行くから、タケルって知ってる？あー。はいはいはい。そっかそっか。そこからもう、はい、みんな、そっか次で。もうそっちだよね。うぇーい。竹本選手に、竹ちゃんに、今、また再戦狙って。てか、本人の前に竹ちゃんとか言えんの？京田選手が横にいれば、竹、はい、ちゃんとか竹本とか何でも言えるから。まあ、もし、次、再戦でなったとしたら、また同じ戦い方をします、ね。もう一回しっかりここ何試合かの武尊選手の試合を見て、今の僕にできる技と向こうの技を自分の中でイメージして戦ってはいきますけど、まあファンの人はやっぱり今武尊選手といろんなカードが見たいと思うんで、僕なんか二の次です。いや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 、自分はね一番見たいカードなんですけど、武尊選手と早食いとか大食いとか持ってる。ん？あって滑るやん。ランキーパンチは滑らせたんのですか。そうですそうです。じゃあズバリですけど、うん、今やって勝つ自信とかあります？それねめっちゃ聞かれるんですよ。カメラの前で言うのってこれ初めてですか？初めてです。おお、これうちで出しちゃって大丈夫なやつですか？いやありがたいです。滑らせた。僕もその格闘家として今やってる以上は同じ階級で、はいはいはい、もしやってくれるんならそれはもちろん勝ちに行くことはできます、はいはい、けど勝てるか勝てへんかはやっぱりどんな相手もそうなんですけど、その時のあれもあるじゃないですか。そうですよね。今やって勝てるかとかそういうのじゃなくて常に誰にでも勝つ状態ではおるんです。一流のプレイヤーは違いますね。やっぱ 俺が本当に四流五流なのがバルチマン。はてーあー疲れたー。僕基本試合前めっちゃマイナス思考なんですよ。あ、そうなんですね。めちゃめちゃマイナス思考で、はいはい、もう大体どんな相手とやる時でも、はいはい、負けるイメージしか分からなくて、今まで勝つイメージで試合に臨んだことがなくて、これはやばいこれはやばいって臆病になりながら、はい、みんなの前でカッコ悪いとか見せられへんって言って、はい、結果が出てきてるんで、もう試合決まって全然僕も負けてると思ってるんですよ。あー、最悪だった。あー、毎回、毎回。うわーと思ってた。どうしようと思って。これみんなちょっと見たいですよね。試合終わって勝ったら、うん、勝った勝ったみたいな。ちょうどね、ちょうどね。入場する前とかでちょっとちょけたりとか。あ、そうそうそう。うわーし、でもされてるのなんですけど。どうにかして、うん、もうなんか試合っていうのから自分の考えを外したいんですよ。だからどうにかしても別のことを考えたら、はいはいはい、入場の直前とかにカメラ向けられたらやっぱり、ね、ちょけたりそうですね。あんなしたらダメなんでしょうけどね。それでもやっぱしっかり勝つっていうやっぱ男なんですよね。今月ライジンがあるじゃないですか。K1 からあのライジンに移ったあの浩二選手、京谷選手と浩二選手試合してるじゃないですか。あ、そう。試合を語るというのは京谷選手なんですけど、浩二選手の印象とかってどうですか？試合の時やった時の印象。ないんですよ。
あ、全然ない、普通に買ったみたいな感じ。その時もう対策も何もしなくて、もうスタミナの俺3ラウンド攻められるスタミナだけの練習しかしなかったんで、対策も何もないんですよね。特別思い出に残る試合とかじゃなくて、はい、で今までやってきた中で、はい、そんなに強くない選手でも、はい、やっぱり対策してたイメージがあって、こんな選手だったなとかはあるんですけど、はいはいはい、全くないんですよ、はい。これまた戦われる。いや、本気で、正直に全くないです。試合の印象はあります？試合の印象。試合全くないんですよね。ほんまにコメントとか殺到するかもしれないんですけど、全くないんですよ。全くないんですよ。これ。マジなんですよ、これは。試合前も試合中も試合後も。いや、なんかね、その時試合の時に、入場の時に僕が入場してリングで待ってたら、さっき女の子が入ってきて、女の子がなんか踊って、そっから浩二選手が入ってくるみたいな感じで、はい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 、その印象だけ。試合の印象は全然ない。だからダウンも何回取ったかとか全然覚えてなくて。いや、取ってるぞ、でもダウン。ダウン2回か3回か、それも2回か3、2回は取ったと思うんですけど、3回、3なんか2なんかも。バスケットボールみたいな試合、30対26とか24かなんか25か。バスケットボールみたいな試合。浩二選手って結構、打たれ強いっていう、ダウンしないって言われてるじゃないですか。そうなんですよ。倒れないで有名で。あ、KO、倒れるって言うけど、ダウンあんましないみたいな。知ってたけど。じゃあもう全くその時の印象、何が攻撃がうまいとかっていう印象も全くなかったんです。パンチがいいとか。だから覚えてないんですよね。印象に残らない試合なんですよ。今までの試合で印象に残ってない試合っていうの？他の試合とかって大体まあ思い入れがあると思うんですけど。はいはいはい、思いありますよね、毎回。え、あの時練習したかなとかも。思い出されるんで、大学生の頃だったんで、はい、どんな試合の流れはで、まあ、さっき倒れちゃったって言ったんですけど、あの時ね、左ストレートかな、何のパンチでも分からんぐらい忘れてるんですけど、何か打ったら倒れるなと思って、それが2回ぐらい、2回か3回か、もうほんまに忘れてるんですよ、この試合は。今までで一番苦戦された試合って誰が一番？いや、僕結構ね、負けもあるんですよ。負けてる相手って結局僕倒されてワンパンで負けられてるんで、なんかそんなに強いなっていう印象もわからんじゃないですか。あ、はいはいはい、はい、今まで一番強かったのは、はい、シロ君です。最近やったら、もうすごかったです。フェイント技一つ一つの、はいはいはい、蹴りが今まで見た中で一番長かったですね。威力もあります。威力、いや、威力も使い分けてると思う。強いやつと速いやつで。ここを構えたらもうパンって、パンパンパンって、もう何が来てるか分かるんですよ。そうなんですね。なんかもう、こんなんがずっと、この辺ピャン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 してる感じで、下げられるんで、出すこともできるし、下がることもできる。多分映像じゃマジで分からない、すごい上手い、やってる人しか分かんないような、マジで上手い動きとかを。シロ選手だけに、やっぱ俺はシロトドでなんですけど。いやいやいや、それはちゃうやろ。いや、もう共通点そこで見つけないでくださいよ。いや、でもそれが共通点だからな、シロ選手と俺に。自分の試合とかって見られたりとか。試合はパン祭りパイセン、はい、パン祭りパイセン、とかシモ君、シモ君、ルー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 君、試合を見ましたね。ああ、ありがとうございます。で、金子選手の前は、はいはい、あの試合は勝った試合ですね。で、最初は YouTube から知ったから、ああ、はいはい。そっから、この子ってどんな試合してるのかするんやろうみたいな感じで、試合にこぎついたわけです。ああ、それで見たらもう結構ボーボーにされてて、それけど、その勝った試合も一個見たら、斎藤さんっていう。そうそう、ごっつ一緒だ。そうです、はい。あれも見てる。あー、あるとます、あるとます。まあ、それしか買ってないですけど。一回。そうですね。そうなんですよね。いろんな YouTube の堀井君の動画見てるんですけど、はい、なかなか強いじゃないですか。いや、ほんまにほんまに。どうですか？ほんまに。いやいや。いやいや、本当ですか？久保選手のやつも見たし、タイガ選手のやつも見たし、まあ結構見てますよ。結構全員ボコロボコにされてる。ファン祭り対戦とナイフのやつも見ましたよ。ありがとうございます。あれも負け、全部負けてますね。ボコリにされて。でも、ちょっと技とか、オファーを受けたって、そうですよね。
そうなんですよ。一子相伝なんですけど大丈夫ですか。はい、一子相伝なんですけど大丈夫ですか。一子相伝、あの、難しいこと言われてもオール一なんで分かんないです。すいません、すいません、ごめんなさい。あのまた機会あって、大阪来る機会あったら、僕が向こう行く機会あったら、またやりましょう。ああ、ね、ぜひとも、一緒に見せさせていただけると、ね、本当嬉しいです。その時また僕も、あの、あれ行きたいです。メイド喫茶。あ、本当ですか。あの企画が一番好きで、はい、全然伸びなかった。全然伸びなかった。ヨマチさんとずっと歩いてる、大爆笑。あるのあるの、何やったあれ。なんか、研究系。そうですね。自分ちょっと怪我をしてしまって手術したんですけど、結構京谷選手も前に怪我されて、そうですね、一時期戦列張られて、そうですね、だった時あったと思うんですけど、その時は何時とかをされてましたかね。とりあえず格闘技のことからもう一切離れて、一回もう全く離れて、もう考えへんようにして、はいはいはい、怪我しててもできることって限られるじゃないですか。もう第三者から見た自分を今何できるかっていうのを見て、あ、遊んでばっかりいましたね。あそこは、あそこは遊んでない。トータルで5年ぐらいやってないんですけど、はい、ですよね。それでもうちゃんと話聞けよ。おい、ごめんなさい、すみません。おい、はい、話聞けってなったらなんでやるんだよ。おい、じゃあすいません、お前チンパンジーかよ。去年復帰されたじゃないですか、はいはい、あのまま引退してたら本当に結構謎のまま終わってたというか、キャリアが、まあ、あの一般目線というかあれなんですけど、で僕基本なんかやりたい時にやるみたいな、もう自由基本なんで、はい、もうなんかおもんないなと思ったらもうやらん方がいいです、うん、伸びないですね、強くならんし。例えば復帰される時も思ったらもう消えた天才って言われたと思うんですけど、まあ自分は消えた変態なんですけど、その期間で心の充電と怪我をあれして、うん、そうです。いや、怪我自体は早く治ってたんですか。顎は1年ぐらいですね。うわ、10ヶ月。腕は2回手術した時はもう粉砕してたんで、これも1年ぐらいでやった。拳がもうなんか違うっすもんね。俺やっぱフットパンチャーだから、俺その拳が割れない。堀井翼です。ということで、今日は本当に京谷選手の家に、お宅訪問させていただきました。本当ありがとうございます。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 いや、とんでもないです。ありがとうございます。まあ、ということで、皆さん、これを見た、そう、高評価、あとチャンネル登録、あと、京谷選手がやられてるチャーリーチャンネルのチャンネル登録はしっかりみんなしてくれよ。ということで、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、またな、みんな、バイバイ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうぞ、どうぞ。うわぁ、すいません、ほんとすいません。なんか、今までもらってて、すいません、ありがとうございます。全然キャラとしちゃうっすね。いや、違うっすね。いや、すいません。ちょっと、ちょっと、一回ですね、今日は堀がちょっと借りるんですけど、すいません。久田先生、すいません。ちょっと、雨の話ですね。ちょっと、今日、自分、ちょっと、軽くちょっとドッキリを仕掛けてて、はい、この、見た目で、すごい汚いくて、しかもこのデブさで、こう、豚みたいな、こう、やつを着てきたんですけど、こう、京谷選手たちはこう、突っ込まれるのか、みたいなのを軽くちょっとやってて。あ、はい、いや、めっちゃ、急いで行きたいなと思って。めっちゃ走ってきたと思って。ちょっと時間が、それよりも、ケツ見えてるのが気になってる。ケツの割れ目。そうです。僕らも全然見えるかなと思って。そうです。判決王子って言われてる。そうです。普通、セコンドついても、判決で、K-1 にめっちゃ怒られるとかっていう。超判決やね。